上越新幹線の建設に伴い発掘された深沢遺跡の排斥遺構、縄文時代後期の集団墓地である。排斥、または排斥遺構とは、考古学において表面の滑らかな瓦石などの自然石を地表面に目的を持って配置したり、組み合わせたりして構築した遺構を指す語である。ピラミッドのような石組みの建造物は普通含まれない。 排斥以降の形態には様々なものがあり、その性格も集落内の土地区画などに地上生活に関わる標識から埋葬や祭司、信仰に関わるものまで多岐にわたると考えられている。単独のものは組石とも呼ぶ。排斥以降のうち、石を列上に配置したものを列石と呼び、円形に配置させるものを感情排斥や感情列石と呼ぶ。 長大な石を垂直に立てた立石を伴う場合もある。瓦石や励気を土工の中や外に配置した埋葬施設を特に排石墓と呼ぶ。また、日本の縄文時代後期に見られる住居形態の一種で床面に平たい石を敷き詰めるように排石したものは敷石住居と呼ばれる。ヨーロッパには巨石を並べた排石遺跡である巨石記念物があり、ストーンヘンジなどは その代表例である。日本では、縄文時代の近畿地方東辺部以東の東日本を中心に排斥以降が見られるようになり、同時代前期に顕著となり、中期には急増する。前期末から中期、後期前半までのものでは、排斥のもとに土工房を伴わないものが見られるが、後期以降は土工房を伴う例が増加する。環状列席を伴う著名内積には、 秋田県和ズ市の大湯環状列石や青森県、青森市の小木屋遺跡、秋田県北秋田市の伊勢道線遺跡があり、これらはいずれも縄文時代後期の遺跡である。また、石材資源の豊富な中部地方の山麓地域においても盛んに作られる。ありがとうございます。